クショナリー。ミクショナリーのみっちゃんです。今回は栗の形クイズです。今回は3問出します。1問につき2つのヒントを出すよ。まずこの形どこでしょう。20秒以内に答えてね。1、2、3、4、5、6。エベレストなどがあるよ。ヒマラヤ山脈。答えは後ほど。じゃあ次の問題、これはみんなわかると思います。これどこだ。20秒以内に答えてね。石油や天然ガスなどが多いよ。茨城県ぐらいの大きさ。アジア。答えは後ほど。次の問題、これはみんなわかる。行ったことある人も多いと思うよ。じゃあ20秒以内に答えてね。人口が世界第3位です。ハンバーグ入りのサンドイッチ、ハンバーガーが生まれたところ。答えは後ほど。じゃあ最初の問題から答えを確認していきましょうね。みんな楽しみの答え。まずこれはネパールでした。ネパール、このねちょっと独特な国ね、形がねちょっとね。でその次の問題の答えは、みんな楽しみの答え、いくよ。ブルネイでした。ブルネイ、みんな知らないかな。いや多分知ってると思うんだけどな。ブルネイは、インドネシアらへんのちっちゃな国です。茨城県ぐらいって言ったけどね。ね、本当に小さい国ですね。じゃあ次の問題の答え、これはね行ったことある人も多いと思います、ね、答えはアメリカで、ここがアラスカ州ね。でここがハワイ州で、ここがアメリカね。こんな感じですね。こんな感じです。こんな感じでね、みんなわかったかな。チャンネル登録と他の動画も見てね。ではさようなら。